ばあちゃんが生きてたら今年で100歳か。どうか今日も一日見守っていてください。よし。あ、もうこんな時間。おじいちゃん行ってきます。おお、千里、今日お母さんおらんでな。お店手伝えんか。と、ごめん、今日は用事があるの。それじゃあ。ああ、これ千里、お弁当忘れとるぞ。おっと、そうだった。ありがとう。やれやれ、相変わらずじゃな。ちさ、まだ？私部活あるんだけど。おかしいな、今日は来るはずなんだけど。んじゃま、あたしはお先に。そんな、マリちゃん待って。あ、来た。やっぱり思った通り、毎週金曜に来るんだよ。ちいさ、毎週毎週眺めてるだけじゃん。あんたそれでいいの？いいって何が？だからさ、あるじゃん、もっとさ、積極的に話しかけるとか。そんなの無理だよ。あのなよなよしたののどこがいいのかはわかんないけどさ、そういうのって後々後悔とかするんじゃないの？でもクラスも違うのに、私のことなんか知ってるはずないし。またそうやって弱気になる。話すどころか声もかけらないとかありえないから。マリちゃん、もう一緒に出ていたのに。わっ、危なかった。積極的にって言ったってさ、私にはそんなのできっこないよ。何これ、すごく古い本。あ、ロワジーってうちの店の名前と同じだ。それに牧村。私は小説家を志す一人の知らない物書きであった。ある日、原稿を書くため近間のカフェを訪ねた時のこと。私は一人の女性と出会った。これから始まるは私と彼女の物語。しっかり震災？あれ、この人は。お店の前で倒れとったけえね、うちで様子を見よったんよ。エロを心配したんじゃが、へかったわ。どういうこと？私確か図書室で本を読んでて、それからどうしたっけ？それにこの人の顔。おいじゃが、まあハイカラな服着とるね。どこかで見たような。誰だっけ。とりあえずマリちゃんに。あ、嘘、繋がらない。なんで。あ、そうだ、外なら。これ、どうなってるの？あ、思い出した。ひいおばあちゃんだ。彼女の名前は皆川一。私のひいおばあちゃんにあたる人です。聞くところによると、どうやら私は大正14年の時代に来てしまったらしく、
うちが見つかるまでは無理言って彼女の家に泊めてもらえることになったのでした。あの、これはもしかして、うちに泊まる間はお店を手伝ってもらおうと思ってね。店のお手伝いならうちで一応慣れてはいるけど。よし、髪留めがよう似合うとる。名前はなんて言うたっけ。あ、マイクに千里です。千里なら、ちーちゃんじゃね。あ、ちーちゃん、ちーちゃん、まあ、よう来たね。ばあば、ひいおばあちゃん。うん、よろしくね、いっちゃん。よろしく、じいちゃん。いつも見てるうちの景色だけど、やっぱりなんか変な感じ。なんとしても元の時代へ帰る方法を見つけなきゃ。お勘定。はい。ごちそうさま。ありがとうございました。誰だったんだろう今の。こうして私はしばらくこのカフェロワジーにお世話になりながら帰る手がかりを探しました。でもこれといって成果は得られず、時間ばかりが過ぎていくのでした。もうここへ来て5日、未だに何の進展もなし。本当に帰れるのかな私。おいちちゃん、牧村さんのところご注文よ。行っておいでよ。はい。牧村。あれ、あの人この前の。牧村さん、コーヒーのおかわりお持ちしました。いちさん、ありがとうございます。すみません。あの人、牧村っていうの？ええ、牧村さんはここの常連さんでね、いっつもあの席で原稿を書きんさるんよ。本来は東京に上京して執筆活動をしよったらしいんじゃけど、1年前に震災に遭うてからこっちに戻ってきたんと。牧村さんの書き寄る姿、えらい真剣な顔で素敵なんよね。いっちゃん、もしかして牧村さんのこと好きなの？なんでそう思う？いや、なんとなく。ひいおばあちゃんの好きな人か。いいじゃん、いっちゃん、私応援するよ。ちいちゃん。じゃけど、一つ気になることがあってね。うちの父、自由恋愛に反対しとるんよ。お父ちゃん。勝手なことは許さん。あ、お父さん厳しいんだ。この間も結婚相手はこっちでもう決めとるって言うとったし。結婚？ひいおばあちゃん今16だよね。早っ。この時代の人たちってみんなそうなの？でも好きな人がいるのにそんな知らない人と結婚することないよ。そうよね。じいちゃんは分かってくれる人でよかったわ。ちなみにその決められた相手ってどんな人なの？父と知り合いの息子さんじゃあ言うとったね。確か檜垣さん言うたっけ。え、
垣さん？ん？日垣。おじいちゃんの名前だ。わし？ってことはつまり、ひいおばあちゃんはその日垣さんと結婚したってこと？じゃあここでいっちゃんが牧村さんの方に向いちゃったら、私の存在は。お父さんの言う通りにしない？ちっちゃん、どういうことな？ちーちゃんはうちを応援してくれるんじゃなかった？それは…どうしよう。確かにいっちゃんは応援してあげたい。でも、このままじゃ私が帰れなくなっちゃう。本当のことを話して、日垣さんと結婚してもらう。いや、そんなおかしな話、信じてもらえるはずない。このまま、帰れずに終わっちゃうのかな。そんなの、嫌だよ。こんなことになるなら、せめて声くらい、かけておけばよかった。おはようございます。おはよう。おいちちゃん、情報聞いた？え？牧村さん、東京に戻りんさるんと。え、東京へ？いつ戻る言うて？それが今日なんと。今日？そんな急な。うちも今朝お隣さんから聞いて知ったんよ。もうじゃったんね。一個も気がつかんかった。あれ、じゃあもうお店には来れんいうこと？いっちゃん、ごめん。私、ほっとしてる。帰れるかも。これでいっちゃんは諦めて。おいちちゃん？どこ？え？でも、場所は？わかるの？わからんよ。わからんけど、駅まで行きゃまだ間に合うかも。牧村さんに会えるかもしれん。いっちゃん、どうするつもりなの？まさか。いちさん。牧村さん。どうしたんです、そんなにせいて。牧村さんが東京に戻りんさる聞いて。わざわざ見送りに？突然ごめんなさい。あれで、そのお話ししておきたいことがあります。実はうち、前々から牧村さんのこと見よって。やっぱり思いを告げにここへ。待って。そのダメ。私応援するよ。声くらいかけておけばよかった。いっちゃん。いちさん、まもなく発車いたします。あ、いえ、なんでも。行って、いっちゃん。じいちゃん。先生の書き寄るとこがずっと素敵じゃ思い寄りました。
私も一さんが好きであります。え？ですが、私には夢があるんです。誰しもが認める立派な小説家になるという夢が。そのために東京に居を構えました。今はその夢を大切にしたいんです。すみません、イチさんには感謝しています。いつも笑顔でコーヒーを振る舞ってくださるあなたに励まされてきましたから。だから私が一発の作家になれたら、今度は私の方からあなたに会いに来てもよろしいですか？お気持ちは大変嬉しいのですが、実は私、父親から結婚の話を持ち出されてて、待っていられる時間がないんです。そうでしたか。でも牧村さんの夢を応援したいという気持ちも本物です。ありがとう、一さん。牧村さん、どうかお元気で。さよなら、いっちゃん。牧村さんといっちゃん両思いだったんだ。それでもいっちゃんは牧村さんの夢のために。ん？牧村さんの夢？そういえば図書室で見た牧村って人が書いた本、あれってもしかして。そっか、牧村さんはちゃんと小説家になれてたんだ。ちいちゃん、え？なんかね、うちスキッとした。最後に気持ち伝えられたけ、後悔はしとらんよ。ちいちゃんが背中を押してくれたおかげじゃね。ありがとう、いっちゃん。さっきはちいちゃんてっきりうちを止めに来たんかと。え？何？どうしたの？ちいちゃん体が。え？え？いやー、何これ。いっちゃんの体も透けて、いや、景色全体が薄れていってる。もしかして帰れる？それともここで終わっちゃうの？どうなっとるんこれ。いっちゃん、あのね、私って育児なしなの。じいちゃん。私にも好きな人がいるんだけどね、いっちゃんと牧村さんを見てて思ったの。私もちゃんと気持ちを伝えなきゃって。いっちゃん、今までありがとう。どうやらここでお別れみたい。頑張って、今度はうちが応援しとるけ。うん、ありがとう、ひいおばあちゃん。ちいさ、ちょっとちいさ、ちいさ。マリちゃん、今日メンバー集まんなくてさ、こっち戻ってきちゃった。で、なんであんたこんなとこで寝てんの？そっか、帰って来られたんだ私。
ちょっと、ちいさ？牧村くん。え？私、牧村くんの隣のクラスの、その…マイクニさんだよね。え？知ってたの？私なんかのこと。うん、まあね。ちいさん？ちいさん、何かあった？よし。おや、千里、今日は早いな。うん。ひいおばあちゃん、行ってきます。